Apple iPad iPad は、Apple が開発、販売しているタブレット型コンピュータで iPad シリーズの第5世代にあたる機種。従来販売されていた iPad Air シリーズとは別モデルである。2017年3月21日、iPad の後継機として発表された。Wi-Fi モデルは 37,800 円からと、先代までの iPad モデルの中で最も値段を抑えたモデルとなっていたことから、企業や教育関係の導入に適したモデルとなっていた。12.9 インチ iPad Pro に搭載されているフルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング、プラモーション、広色域、ディスプレイ、トゥルートーンなどの液晶関連の機能、コーティングは搭載されていない。また搭載されるチップも iPhone 6S と同じ Apple A9 となっており、前世代までの iPad 及び第2世代の iPad Pro に搭載されていたは搭載されていない。64ビットアーキテクチャで、モーションコプロセッサーの M9 が内包されている。iPad Air とサイズと重量が同じで、iPad Air により重く厚みが増した。旧モデルの iPad モデルよりも、はるかに高速であり、価格とバッテリー寿命についても肯定的な評価を受けたことで、性能に関して高い評価を受けている。しかし、上述のディスプレイ関連の技術、Apple Pencil とスマートコネクタを介した接続可能なキーボードがサポートされないという批判があった。米国での導入価格は、教育業界でのタブレットの普及を促進するための努力だけでなく、安価なタブレットを必要としている企業にとっては、低価格が iPad 向けに最も低くなっていることをメディアは指摘している。2018年3月27日、iPad の登場とともに販売は終了した。フルラミネーションディスプレイ、反射防止コーティング、プラモーション、広色域、ディスプレイ、トゥルートーンといった液晶関連の機能が非搭載とはいえ従来のiPad 及び iPad Air によりも処理速度は向上しており Apple A8 を搭載したデバイスとの比較では CPU 処理能力が 1.6 倍速くグラフィックスが 1.8 倍高速になっている。Apple Pencil、スマート、キーボードといったアクセサリーには非対応である。Touch ID には従来の iPad と同じ第1世代の指紋認証センサーが搭載されている。スピーカーは iPad Air 2などと同じ2つのステレオスピーカーが搭載。カメラは背面が8メガピクセル、前面は 1.2 メガピクセル。Wi-Fi は従来モデルと同様に 802.11a、b、g、n、ac、MIMO に対応。802.11ac での接続時は最大 866Mbps である。LTE も広範囲な周波数帯に対応している。ソフトバンク、au、ドコモも販売した。ありがとうございます。